高安研修センターは、大阪府八尾市にある近畿日本鉄道の車両検査、施設、近鉄大阪線高安駅構内の西側に位置する。高安駅、西口付近に立地しており、近鉄鉄道祭り開催時には左側にある資材、搬入口が、会場の出入り口となる。1930年に、三宮急行電鉄の開業に合わせて高安、工場として開設され、 車両の全般検査などを担当していたが、1982年に新たに設置されたご移動研修車庫に全般検査、重要部検査を移管し、旧高安工場は1997年に設備改良を行って、高安研修センターとして発足した。開設以降、新車の搬入と車体更新工事、廃車時の解体作業が行われている。 開設以来旧上本町営業局が運営していたが2003年の機構変更では大阪輸送統括部の運転車両部にさらに2006年の機構変更では大阪輸送統括部の後期部の運営に変更されている現在の作業は後期部所属者と2001年に技術部門一部分社化により解消設立された近鉄車両エンジニアリング社員によって行われている なお、後期部は、五移動研修車庫と、塩浜研修車庫も管轄する。近畿車両で完成した新車の搬入と、車体更新工事、廃車時の解体作業が、主な業務である。既存車両の車体更新工事は、特急用車両のすべてと、東花園車庫、最大寺車庫所属の奈良線、京都線車両、高安車庫所属の大阪線車両、 東生駒車庫所属の軽阪な線の車両が対象である。2006年以降は上記に加えて、潮浜研修車庫の検査対象車両の一部も担当している。ありがとうございます。